はいどうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、鶏糞を入れすぎると良くないっていうね、テーマでご説明していきたいと思います。ね、鶏糞はですね、ホームセンターに行くと結構ね、たくさんね、安い値段でもね、売られています。例えば5キロとか10キロですね、100円とかでですね、売られていまして、とてもね、お得だなと思います。ただ、鶏糞はですね、入れすぎてしまうとね、良くないんですね。はい。今日はねちょっとねそういったところをですねちょっと具体例もね混ぜながらねご説明していきたいと思います。はい、それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。じゃあまずですね、鶏糞っていうのはね何だろうっていうねことから説明していきたいと思います。鶏糞はですね鳥の糞を乾燥させたものになります。これがね肥料になりまして、元肥としてね種ですね植え付けたりとか、種まいたりとかね植え付ける時ですね苗を植え付ける時に使ってねいったり、あとはね大きくなってきて追肥として使うこともできます。そんなね肥料としてねよくね使われるものになりますけれども、入れすぎてしまうとですね肥料焼けをねしてしまったり、あとね土壌のねアルカリ化に、ね、なっちゃうんですね。そうすると例えば肥料を入れてやることによって根っこがですね傷んでしまって、植物ですね野菜がうまく育たなくなってしまいます。あとはアルカリ性寄りに、ね、なってしまうとアルカリ性寄りになるとね栄養をですねもう吸収しにくくなっちゃうんですね。なのでそういったねところで植物はね基本 pH ですね酸性 6.0 からね7ぐらいがね結構ねまあ野菜の種類にもねよるんですけれども育ちやすかったりします。まあ、あとはね例外としてはほうれん草とかはね中性のね pH7 ぐらいですねそのぐらいがね良かったりするんですけれども、そういったねところがありますので、まあ、大体のね植物は pH ですね6ぐらいが良かったりするので入れすぎるとね良くなかったりします。じゃあですねここまでねちょっとね、入れすぎのね効果についてね副作用について説明したんですけれども、じゃあその時のね対策ですねそれについて説明ねしていきたいなと思います。まずはですね植え付ける前とか種まきする前の3週間から1ヶ月前にですねちょっとね土ですね土作りとしてですね、堆肥をね入れて土とねよくね混ぜておくんですね。そうすることによってうまくですね分解してそれで良かったりします。はい、なので肥料焼けをね予防するためにもですね、はいそういうね植え付ける前にですねちょっとね使うようにすると、入れてそれで混ぜて置いておいてね置くと良かったりします。あとはね次にですね pH ですね pH が上がってしまった時はですねどうしたらいいのかっていうところなんですけれども、これはね酸度調整していないピートモスとかですねそういった資材がね売られていたりするんですけれども、そういったものをですね使ってあげるとね良かったりします。ピートモスはですね保肥力ですね肥料をですね保持しておいて植物でですね長くね肥料効果としてでもね良かったりする効果がありますので、そういったところをですねはい、やっていくといいですね。なので、概要欄にねリンク貼っていこうと思いますけれども pH のね測れる機械がね売られていたりするんですけれども、そういったものをね使ってはい、皆さんもね良ければ試してみてください。はい、酸度計としてはこういったねものがありまして、これね今ね7になっています。これが中性になりましてちょうどいいねものになるんですね。そしてちょっとね測ってみたいと思いますが、測る時はですね土がですねある程度濡れている状態の時にですね測ってねあげたり、もちろんね水分ですねちょっと、含めて濡らしてあげてそれでね測っていくのも良かったりします。測る前ですねこの3度ですねここで、測ってねやっていくのでちょっとね削ったりとかちょっと拭いたりとかですねヤスリとかですねそういったもので削ってもねいいですし、あとね拭いたりとかですねしてはいやってねいくといいですね。そしてここにですねちょっとね刺してみたいと思います。はいちょうどねここの場所ですねこの場所までですねちょっとね刺していくイメージですね。そして刺してね1分ぐらいねちょっとね待っておきたいと思います。こちらですね今ね pH ね測っていますけれども、これですねそうですね若干 6.8 ぐらいですねそのぐらいになっています。なのでこのぐらいになったらですね、ちょっと酸性より普通ならもうちょっとね6とかですねそのぐらいよりにねなるんですけれども、ここはね結構しっかりね3度ですね上がってるなっていうのがね分かります。別の場所でもね測ってみたいなと思います。なので鶏粉、さっきのところはね鶏粉はね入れない方がいいですね。そしてこちらも入れてみますとどうでしょうか。こちら入れてみますと3度が 6.6 ぐらいですねになっています。さっきとね比べると若干こっちの方が酸性度ですねによりになっていますが、植物がね育つにあたってはねすごい理想的なね3度かなってね思います。ではこちらもねちょっとね見てみたいなと思います。いろんな場所でねちょっとね測ってみますね。そして測ってみますとこれもね先ほどと同じですね 6.8 ぐらいでしょうかね、そのぐらいになっていますので、特にね石灰とかね駆動石灰とかですね入れたりとか、あとは鶏粉とかですねたくさん入れすぎない方がねいいのかなってね思います。はい、こんな感じでね、逆に6とかですね結構ね酸性寄りになっていたらですねなるべく鶏粉とかね入れたり、あとはね駆動石灰とか、有機石灰とかですねそういったものをね入れるのもねいいのかなと思います。はい、こちらですね土壌酸性度で育ちやすいと言われている野菜のね一覧をちょっとね出してみました。例えばこれからの時期ですね、じゃがいも一番上に、ね、なるんですけれども、酸性度はですね 5.0 から 6.0 ぐらいがね育ちやすいと言われています。まあ、でもね育たないことはねないんですけれども、はい、そんな感じでね上あまりアルカリ性より7よりになってしまうと、草花病っていってね、点々点ってね、じゃがいもの表面が斑点模様になっちゃうんですね。そういったところを防ぐためにね、こういう風な酸性度がね、良いですね。逆にね、トマトとかはですね、6.0 から 6.5 とかですね、夏野菜ですね、トマト、ナス、キュウリ、ピーマン、大根、人参、ブロッコリーとかですね、そういったものがね、良かったりします。あとね、育てていてね、あまり酸性度大切だなと思ったのは、一番下のほうれん草になります。ほうれん草ね、酸性度が低すぎるとですね、あまりね、育たないんですね。これはね、土がね、いい状態になっていないとなかなかほうれん草ってね、育ちませんので、酸性度もね、このぐらいに調整してやっていくとね、はい、美味しいね、ほうれん草も収穫ね、できるかなってね、思いますので、よければね、参考にしてみてください。はい、いかがだったでしょうかね。こんな感じでですね、はい、入れすぎですね注意が必要になりますので、皆さんもですね良ければ参考にしてみてくださいね。一緒にね美味しい野菜を育てていきましょう。はい、じゃあ最後までねご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。